皆さんね、迫田監督野球チャンネル見てる方は分かると思いますけど、迫田監督の話には台本はないです。で、本筋の話しても時々ポッポッと話があっちこっち飛びます。で、最後迂回して戻ってくるんで、話としては長いタイプの監督さん。私も実際若い頃いろいろ質問用紙用意してですね、テープ回して聞いた人間ですから分かるんですけど、1時間に、まあ、一般的な方だと1時間に5、6個質問、できるかな、10分ぐらい話して次の話題行くっていう感じだといろんなことを程よく深く程よくいろいろ聞けるんですけど、迫田監督はそれを許してくれなかったですね。まあ1時間に3つぐらい聞ければいいとこです。だから当時の聞き手の私が学生で無知なんで、相手が気持ちよく喋っていただくことができなかったパッと切っちゃったり、今思うとね、昔聞いてたテープって最近も聞かないです。恥ずかしくて。若い頃の日記を開くようで、自分の愚かさが垣間見えるんで聞かないんですが、今の私だったらなんでここもっと掘り下げて聞かなかったんだろう。もっと、その流れで喋ってもらえばよかったなって思う点があったように思います。だからそれこそ駒沢の太田監督にね、中澤ね、もっと一個一個味わって丁寧に聞けと。一回あったらね、多くて三つだ、話はと。それ以上聞くなと、こう、ズバリ言われたことがありますけど。迫田監督の話っていうのはね、難しいことを簡単に話していただける。それと、野球の話だけど、一般の世の中にも転用できるようなお話をしてくれたですね。そこに若い頃の私は気づききれなくて、すぐにこう野球の話に引き戻しちゃったり、バッティングだけじゃなくてピッチングはどうですかとか、そういうふうにいろんなことを浅く広く聞きたかったんで、もったいなかったなと思う。それが今、迫田監督野球チャンネルでね、復習しながら、監督にずっと喋ってもらってたらこういう話をしたのかなって思いながら聞いてるんで、ちょっと一般の方と違う感情を持ちながら、監督のチャンネルを聞けるわけです。今日はね、迫田監督野球チャンネルをね、ちょっとバックナンバーを見ながら、私が感じたことをお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おし、中手のぶしチャンネル、今日も迫田監督のお話をさせてください。前回ね、葬儀の話って言ったんですけど、もう一個その前にお話をさせていただきたいと思います。私事ですが、今日12月6日、私の、4人いる子供の末っ子の誕生日なんです。12歳になりました。なぜこの話するかっていうと、迫田監督にね、コロナ後、初めて会いに行って YouTube 撮らせていただいた時、だから2021年の6月28だったかな、その日帰ってきた、その私の今日誕生日の息子、当時小4でしたけど、早退して帰ってきたんです。今でも忘れない、その日帰ってきた、日ですね、帰ってきた日だから29日ですね、どうしたっていうとこから始まって、ちょっとなんか給食で気持ち悪くなっちゃって帰ってきた、うんって、そっから始まったんですけど、それからね、学校に通うのがいろいろ難儀になりましてね、4年5年6年と、本当につい最近までずっと私日中一緒に学校ついてった。4年生の時は教室のね、一番後ろの廊下側の角席にしてもらって、遠一枚隔てたら私が常にいる状況を作らないと学校行けなかった、学校の配慮でやらせてもらいました。そして5年生になってだんだん距離を取れるようになって、私は敷地内の駐車場で、いることによって学校に通えるようになった。ただし気持ち悪くなったりして早退する時もあるんで、いつでも下にいてくれると思うと安心して学校行けるっていう状態が、まあ小学校5年そして6年の1学期2学期入ってまで続きましたね。それでね、10月下旬に修学旅行に、まあ、行くということになりまして、実はその前年5年生の時に、まあ、修学旅行の練習じゃないけど宿泊訓練って一泊する時があるんです。三日目青年の家ってところに泊まったんですけど、私はその時、その日もね、車中泊でその敷地で寝ました。それでなんとか参加できたの5年生でも、今年は自信がついて東京も行けそうだと。ただ、やっぱり一緒にお父さんが東京都内に同行じゃなくて都内にいてくれるだけで行けそうだってことで、私都内に行ったんです。
その時ね、巨人の玉川グランド行ったり、上層学院の木内監督のお墓参り行ったりしたのがその時なんですけど、そのあたりからね、学校に行けるようになったんですよ。10月下旬。で、今は、もう、朝登校から下校まで全部一人で行って、私、こうやって、今、うちですけど、自宅で私が入れて仕事ができるようになりました。2年以上かかりました。で、何を言いたいかっていうとですね、迫田監督が私と YouTube 撮った時は、まあ、いろいろありましたけど、お元気でした。で、その後私の、指導者塾の会員制のズームにも出ていただいたり、いろいろしてもらったんですけど、その秋冬ぐらいから体調が悪くなられてね。で、先日お聞きしたんですけど、ちょうどうちの息子が元気になって学校行けるようになった時期と、ほぼ同時期に今度迫田監督がね、体調が悪くなってグラウンド出れなくなった時期と、うちの息子が、学校行けるようになった時期がちょうどこう、クロスの関係になっていることに昨日、ふと気づいたんですね。監督さんにも実はこれ、お会いした時にこういうことがあってって言って報告したりもしてて心配してくださったので、監督にも届けたいなと。おかげさんで元気になりましたよ、と。そういうことをですね。で、うちの末っ子の彼はね、食事もなかなか気持ち悪くて取れなかったんだけど、カレーだけは食べれたんですよ。その期間も。で、今は学校で普通に給食食べれます。で、今日誕生日だから何食べたいって言ったら、カレー食べたいって言うから、私さっきカレー作りました。午前中ね、パーソナル指導して、それで夜も、柿まで野球塾あるんで。すごい監督がいるの。その監督に俺はバッティングのティーバッティングって俺を教わった。高田さん、ティーはね、まずね、バッターがどこに立つか見せてもらう。はい。あなたは思い立ちました。で、ここに立って、はい、打つかっこして、インパクトが。見てろよ、大事な話だから。ティーでダメなのは、ここで打った。で、結構多いのが見てろよ。ここに行くティーをやる人がいる。これって、このベッドなかったら、打撃成績としたらどのあたりになる？はい。ピッチャーゴロの打球なんだよ。いい？このネットがなかったら、どういうボールになるかっていうのを常にイメージしたら、いいか？ティーバッティングっていうのは基本的には。帰ってくるまでね、お祝いできないんだけど、せめて夜食べれるものをね、作っといてあげようと思って。私は自らのことを、兼業主婦って呼んでます。昔専業主婦って言葉があったけど、私は野球と、まあ、家事を兼ねてる主婦の夫は夫ですよ。兼業主婦っていうのがモットーで、うちも、野球も全力でやろうっていうのをモットーに生きてます。特にこの仕事始めてからはね、胸を張ってね、兼業主婦だと。まあ、学校の先生でね、野球の監督やってるとなかなかそうはいかないと思いますけど、私の今の野球の携わり方だとね、頑張ればそれができるので、私はね、ぜひそれをやりたいと思って今頑張ってて、今日もね、青くんにカレーを、あ、そうなんです。YouTube で時々出てくる青くんなんですけど、青くんにカレーを作って、これから野球の指導に出かけます。はい。まあ、これが一つ話したかったことと、あと、そのカレーを作りながらね、トントンやりながら、YouTube で、迫田監督の過去のね、YouTube チャンネルを、見てた、聞きながら作ってたんですよ。そしたらね、6番目の動画だったかな。